第1レーン2787番佐藤凛上野、第2レーン382番清水優香君、第3レーン3301番高杉時文君、金ヶ崎、2248番高橋和也君、西南、第5レーン80番柏山颯太君、下高地、第6レーン1790番安藤博樹君、滝沢、第7レーン2340番佐藤歩夢君、石取屋、第8レーン1179番後岡隼人、団体不足、以上8名で1名男子 100m 競走決勝です。決勝です。オレンジユニフォームの高杉君、通信陸上は12秒11の優勝を小学校で5年6年と連絡しています。